5TPL! おはようございます。すすきの YouTuber、たますまと。うーちゃんでーす。はーい、というわけで、口の中がもう辛いでーす。うーちゃん辛いですね。もうね、いやもうなんかこういう変なテンションになってきますよね。ね、不思議ですね。僕らあんまりこういうね、喋りをしないんですけど、まあ変なテンションですね、今。というわけで、激辛カップ麺4連チャン企画、はい、ラスト、ね、最後締めくくるのは辛王。辛王、イエーイ。ナイスすぎるネーミングが、で、これの、まあ、ちょっとなんかんって思ったのは辛さレベル4って書いてあるんです。これね、さっきね、これ振り分けしたんですけどね、その時にね、辛さレベル4ってなんだろうみたいな。どうもこれ、ラーメンっぽくないです。ああ。なので、ラーメンとは言えないかもしれないですけども、まあ辛いものに入りますんで、これも入れて食べていこうと思います。うん、で、いいですね、これを食べた後、最後にですね、この4連チャンの辛さレベルの、僕らがつけた順位を発表したいと思いますので、そうですね、はい、それもお楽しみにということで、はい、そうですね、はい、では早速作っていきますか。作るんですか。食べれますか。食べれますよ。もうね、YouTube をね、連チャンで見てくれてる人は分かると思うんですけどね、一番最初の企画からね、見てね、この僕の目の死に方、やばいと思うんですよね。じゃあ開けてきますよ、はい、もうこのナイス、本当にナイスなネーミングだと思う、殻を。もうね、ステラさんの動画先取りみたいでなんか嬉しいって。はい、先取りです。はい、ということで、一緒に YouTube の今、これね、撮影も一緒にやってるんですけども、ニコ生の方もこっちで、配信してますんで、一緒にちょっとね、そうですね、見ていただければ。はい。ニコ生の方は何が見れますか？ニコ生の方は何が見れますか？僕らの今、こうね、撮影の裏側が見れたりとかするんで、はい、なんかよかったらタイムシフトをね、1週間だけ残ってると思うんで、はい、よかったら見てみてください。こちらのね、方でも僕のチャンネルの方で、はい、放送してますんで。チャンネルっていうのチャンネルがコミュニティですね。はい、ニコ生のコミュニティの方でね、放送しますんで、はい、見てください。蓋を全部剥がしてカップの内側の線までお湯を注いで、すぐに10秒ほどかき混ぜて約1分で、約1分でちゃうね。これね、素敵だ。ビャッとね。ちなみにおすすめの食べ方にご飯を入れると美味しいみたいな。そうですね、ご飯はないんですけどね。じゃあお湯入れていきましょうか。さすがにブーちゃんもこれにご飯入れたらもうさすがにね、食べれないでしょうね。ますね、はい、これ本当に時間いらずなんで、はいはいはい、ちょっと、はい、気持ちちょっと一分混ぜますよ、はい、1分混ぜますよ、はい、一分間混ぜます。はいはい、はい、見ての通り、スープです。あ、すげえ辛い。今やばそう。あ、これやばいかもしれないですね。あー、そういう感じっていう辛さですね、絶対。じゃあ行きますよ。はい、行きますよ。どっちの行きますよかな。具です。はい。はい、もう汗が出る。ね。ああ。キムチですね。はい。甘いです。あ、甘い。白菜は、甘辛い感じ。あ、来た。ここで来た。ですね、これね、直撃型の辛さですね。ストレートは。直下型ですね。完全に、はい。スパーンとくる感じね。唐辛子がね、浮いてるんですわ。わかるかな。ああ、浮いてる。そう、浮いてるんですよ。チラチラ浮いてる、ね、この箸にこうね、こうくっついてますけど、浮いてるんですよ。こいつがね、まあ、またね、もう喉にね、すごい直撃しちゃう感じだ。わかる。ブーコ、行きまーす。カラーマジで。はい。
ぐーちゃん死んじゃう。これ辛いのダメな人絶対食わないでください、うん、ダメですこれ。ダメだね。ね、辛さレベル4とよく書いてくれましたもん、うん、あーね、やばいやばいですこれ。本当これ辛さレベル5何なんだろうって思うぐらい辛いです。あでもこれご飯入れなん、ご飯だな、うん、春雨とかもうまいかもこれ。ああそれ系美味しそうだね。素直に飲めない、直で喉にくる。はい、かいてるよ汗。ほらね、俺ね、玉のような汗をかいてます。玉のような子が玉のような汗をかいてます。クリス。でもね、やばいね。中本も辛かった、うんうん、確かに辛かった、うん、でも中本より、うん、直でね。ブーちゃんの中の何かが、ね、まあ、いけるとこまで行ったらちょっと、はい、あい。痛いよ痛いよブーちゃん。コメントでね、痛覚に語りかける系スープ、そうそうそう、そう俺生きてんなって思うよこれ。ダイレクトに痛覚に来るみたいなね、うん、うおすごそう。あね、これね、うん、生きてることを実感できる。マジでやばいやつや。ああもういいんじゃないか。もういいかな、うん、もういいかな。俺がセコンドだったらタオル投げる。、うん、もういいんじゃないかな。もういいかな、はい、じゃあ、あのこのぐらい、このぐらい、はい、あ、もう大体ないじゃん、半分くらい飲みました。はい、あー、あ、俺上の方の唐辛子飲んじゃったかな、かな、ちょっと混ぜて、うんうんうん、飲んだね。あ、ん？ん？そんな辛くない？もしかして？ん？そうでしょ？あ、あれね、これ検証結果で、あの辛いもの系は3個までいくと麻痺する。あ、そもそものスープ味はね、美味しい。うん、うん、うん、美味しいです、うん、多大感染、もう眼鏡曇っちゃってるんですからね、僕、暑くて。これなんかね、これね、俺なんだっけな、あの、鮭まぶしおにぎりみたいな、ああいうやつ入れたら多分めっちゃ美味しい気がする。、うん、はい、というわけでね、食べましたけど、僕もちょっと味見したんですけど、うん、あの、先に言っていい？はい、辛いもの系は、3つまでいくと、うん、あの、麻痺する。意外と俺ね、飲めたね、うんうん、うん、ちょっとショックだ。そう、あのなんかね、先の2つでやられてるんだよね、多分、うん、うん、どうぞどうぞ。あの思った以上に、うん、僕は衝撃的でした。スープはめっちゃうまいですよ、うん、うまいね、スープはうまいです、うん、上の唐辛子の攻撃が半端じゃない、うん、ああ、うん、で、あの辛さランキングですか、やるんですか、辛さ決めましょうか、はい、決めますか。はい、はい、というわけで審議の結果、決まりました。はい、まず、ね、4つ食べた中での4位、はい、4位が、台湾ラーメン。はい、はい、台湾ラーメンね、普通にうまかった、うんうん、普通にまあちょい辛で美味しいかなぐらいの感じでね、うん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 、食べれる味でしたね、うんうん、具もなんか結構あの肉のそぼろみたいなのとニラとで美味しい感じでね、うんうん、食べれました。そうですね、うん、で3位が、辛いものね、3位がペヤング、はい、うん、激辛カレーが、まあ、うん、なんちゅうのかな、まあ、香辛料の辛さで、うん、ずっとこう、なんか一定の辛さを感じるけど、なんかそんなすごいわっていうわけではなかったかな、うん、みたいな、うん、なんでしょうね、まあ、中辛のカレー食ってる感じ。そうそう、中辛カレーを食べてるような感じのぐらいの感じで、うん、まあ、スープもないんでね、うん、うん、なんかさらっといける感じで、うん、やり食べましたね。そうですね、うん、で、2位が今、プーちゃんがね、食べた殻を、はい、殻、はい、まあ、ナイスなネーミング、本当にナイスなネーミングだと思うの。本当に、本当にやばい、うん、まあ、今、コメントがあったように、あの唐辛子の粒みたいな、あの赤い粒が、はい、あれが来るね、うん、あの、一撃目がやばかったです。そう、一撃目がやばかったね、うん、
ね、俺的にはなんか全然あいけるんじゃないみたいな全部上積みの僕飲んじゃったんですよ。辛いとこ多分飲んじゃったのと、うん、まあ俺多分麻痺してるのでだと思うんですね。まあでもスープは美味しかったです。まあ美味しかったね、うん、これ、うん、あのご飯とかあれは本当悪くないと思うんで、うん、一緒に食べてみてもいいかなと思いますよ、うん、で最終的にね1位ね、はい、この辛さ1位はやっぱり、うん、蒙古タンメン中本さんの北極ラーメンですね、はい、これはね、満場一致でしたね。速攻で決まりましたね、うん、いやなんかね、もうじゃんけんでまず勝った時に、うん、なんか俺順番ね、決めるのに勝った時に、うんうん、あ、まず辛いものからいこうと思ってきっとこれだろう、的なものが当たったからみたいな、うん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 、あと麻痺して大丈夫だろうっていう読みが当たったので、まあ、これでした、うん、これでした、うんうん、中本さんが一番辛いです。辛いですね、まあ、この4つの中ではね、はい、後引く辛さ、うん、うん、そうそう、なんかまあみんな全部辛さのね質が違うんだけど、感じ方っていうか違うけど、うん、やっぱりなんかすごいまあストレートにっていうかね、なんかやっぱりそうですね、あってなんか食べた瞬間に辛いってなるタイプの辛さでね、うん、聞けましたね。そうそうそう、だからこの一発目一発目来るからこうはって入れるときはこう一番緊張するみたいなね、そんな感じで食べてましたけど、はい、はい、ということでこんな感じで、はい、こんな感じでこちらの中のランキングが決まりました。はい、はい、なんか、ね、食べ物のチャレンジを今ね続けてやったんで、なんかお腹もいっぱいになったし、そうですね汗もいっぱいかけるしみたいなね、はい、辛いものの検証の結果もう一つ、うん、シャワー浴びたんじゃないかってぐらい汗が出る滝のようなね、本当に、うん、僕さっき新しくシャツ変えたんですよ、うん、だけどみたいな、ね、うん、テニス終わって汗引いて汗かかないだろうなと思ってこれ着て、うん、べっちゃべちゃですよ。べっちゃべちゃ、多分絞れるんじゃないかなってぐらい今背中がべっちゃべちゃですね。そうですね、もうこの撮影終わったらもうすぐコンビニ乳製品買いに行こう、はい、すぐ行きましょう、はい、癒しのちょっとね物を取ってありしたいと思います、はいはい、というわけでね、今回初のこうね放送プラスね、こう撮影っていう企画でやってきました、はい、ロスタイムがありますけどね、はい、お疲れ様ということでありがとうございます。ね、ニコ生の方の方々もありがとうございます。はい、というわけで以上、すすきの YouTuber たま様とぶーちゃんでした。はい、またの機会に、バイバイ。バイバイ、ね、唇が痛いんですよ。真似しちゃダメだぞ胃も痛いです明日ピピです